はい、こんにちは、佐々木です。今回はね、エアコンの匂いが最近気になってきたので、そのエアコンの匂いをですね、消臭していこうと思います。で、今回使うのがこちら、カーメイトスチーム消臭エアコン臭用ってやつですね。このエアコンの中に吸わせて、で循環させて、このエアコンの内部とこの車内全体を消臭できるとまあいうものですね。じゃあ早速使ってみましょう。はい、車内に来ました。で、使い方が、まずエンジンエアコンを始動させる、エアコンスイッチオンにする、吹き出しの設定が顔に当たるやつにする、内気循環にする。で、この状態で最大風量、最低温度に設定して5分間回す。なるほどね。で、すぐには使わないんですね。まずはこういった、前準備をするってことですね。じゃあ早速やってみましょうか。吹き出しの向きを顔に当たる方にする。あとは最低温度にする。内気循環、はい、内気循環。そしてエアコンのスイッチをオンと。風を最大マックスにした状態で、5分間回すんですね。じゃあとりあえず、これをマックスの状態にして5分間、とりあえず放置しておきます。はい、では5分間経ちました。これを開けると。開けました。助手席に置きます。ボタンを押す。マックスにしてすぐに車の外へ逃げる。車の外に避難したので、このまま10分間放置します。あと、必ず外に出るときに必ず窓は、閉めてください。ちゃんと水流れてきてますね。エアコンがちゃんと効いてる証拠ですね。はい、では10分経ったので換気しましょう。はい、ドア全部開けました。で、そしてエンジンエアコンを回したまま窓やドアを開けて3分間以上換気すると。とりあえず3分換気しておきましょうか。急に雨が降ってきちゃいましたね。後ろのハッチの下に雨宿りしてるんですが、雨の日にやっちゃうとまあダメじゃないだろうけども、皆さんはね、晴れてる日にやってくださいね。はい、それじゃあ3分経ったので、終了しますか。今匂いをね、確認してるんですけど、すごく爽やかな匂いになりましたね。やっぱこれはね、こう匂いが気になったらもうすぐやるべきですね。これホームセンターとかだとだいたい5、600円くらいで、だいたい買えちゃうので、月1とか、まあ月1と限らず、もう匂い気になったらもう使った方が絶対いいですね。やっぱりこの時期どうしてもエアコンをつける頻度がね多いので、カビ臭くなっちゃうんですよね。ぜひ、皆さんもね、このエアコン消臭やってみてください。ということで、今回もお疲れ様でした。